滋賀県産って書いてますね。これ長さが2400ぐらいあるのかな。で上の狭い方が、大体5、60センチ、そしてね広いところで90センチくらいの、ちょっとこう形の面白いね一枚板です。厚みの方がですね、今この素材の状態でですね、65ミリという厚みになります。まあ、今回の仕入れた中の、まあ市場でね、この一枚板を見た時はもうこれは絶対欲しいなという、まあ、今回仕入れた中でやっぱり一番ちょっとメインな、くらいでね、やっぱいい木がね乗ってますよね。どこ見ても動いてますよね。そしてねこの株のね張った元口のところもね、この根木のところからこういう風な感じですごい本当にこうね見てて飽きない板ですね。であとまあその中でもねまたさらに自分の中の、まあ、一枚板を仕入れる時の程度ねこだわってるところとすればどれだけ樹齢が高い木なのかっていうのもかなりね、仕入れる時には、まず検討するところですけど、今回もねこの板もねやっぱ細かいんですよね。すごく樹齢の高い木ですね。まあこの木を見るだけでもね、もう樹齢が高いなっていうのは分かるんですけど、しっかりね年輪にもそれがね現れていて、この辺はねちょっとね緩やか木がね少し、広いなっていう感じはするんですけど、やっぱりねちょっともう赤みとかをこの辺なんかもそうですね、やっぱこの辺の白田の部分がねすごくね育つのに、じっくりね時間がかかったんじゃないかなと思いますね。こっち原木の立ってるところのこっちがいっぱい太陽を浴びてこうね、1年の育つ1年の中で育つ感覚が、ね、これの1本だとすればこっち側の方は3倍くらいの細かさですよね。やっぱりそれだけこっちは今度、成長しづらい方のですね、に面してたのかなっていうのがなんとなく想像ができますね。でこの一枚板もですね、まだまだ、生材なんですね。まだ、すぐ使えません。しばらく置いて少しずつ、軽くなって自然乾燥を、ね、していくのを待つばかりで、その間にね大きく割れたり、まあ大丈夫だと思うんですけどね、外側の木というのもあるし、うん、まあ、やっぱ樹齢も細かいですしね、まあ確かにこの木がねこうすごい縦横に動いてるので結構ねちょっと力のかかってる感じもするんですけど、これもまあまあこれはそんなにね大きく動かないだろうと今、予想はしています。まあ何にせよね、まだ使うまで仕上げるまでにしばらくかかるという木ですね。これは本当に今回ね、いい板を仕入れたなっていう中の一枚です。本当にもう見てて飽きません。はい、そして次ですね、さっき紹介したこの一枚板と同じ形、これですね、トモギなんですね。こっちの木とトモギで、さらに原木の内側の一枚板ですね。これがねまた一目惚れしてしまいました。頑張って、購入をしました。サイズはですね2400、まあ同じくらいですよね。2400で、で幅がですね、まあ、上の狭いところが65センチで、大体あとはもう80センチ、90センチとこう幅広いですよね。一番広いところが1メーターを超えてますね。そういう風な感じの板なんですね。これもですね、
こっちの外側の板もね、ものすごくね、やっぱ外側の板なので動いてますけど、こっちもね、負けてないんですよね。で、さらにね、こうまあこう比べてみるとこう分かるかなと思うと、この赤身の広さね、こっちが赤身がぐっと広くなって、芯にね少し近づいているので、それでもまだ芯からだいぶ離れてる板なんですね。すごくね太い原木ですよね。これもね、この2枚こう並べてみてこうね比べてみてもね面白いんじゃないですかね。ちょっとねここの部分が入り皮からちょっと朽ちてるところがね、ここの元の部分がね少しこうなってますけどね、でもまだしっかりね実がついてるので、はい、うまくね処理をすれば十分使えると思います。元口のね根木のあたりからこう2つをこう並べても、やっぱ赤みがね、この広い方は赤みがやっぱり広くて、で長さもですね2つ並べてこういう感じでいくとやっぱダイナミックですよね。こっちは本当にもうテーブルサイズ、テーブルにも十分ね使えるサイズです。これはね本当に今回ねメインで一番のお気に入りというか、まあ、自己満足なんですけど、はい、そんな感じの仕入れでした。はい、やっぱりですね、あとは、これもねもうずぶ、もう当然こっちもそうですけども、まだダマ材ですね、まだまだ、乾燥するのにはしばらくねかかると思います。まあそれでも杉なのでね、紅葉時に比べればまだね、乾燥はね早いんですけどね。青森ヒバの一枚板がありましたね。これ実がキュッと締まってて、木がねまあまあ動きがある青森ヒバですね。幅はねだいたい30センチくらいで、広くはそんないんですけど、これはね長さ4メーターあります。こんな感じになってました。素材の段階ではね、こういうふうに節の周りが腐って、朽ちていたりとかですね。だけどその周りがまたこういう木がね動いていい感じで、これもね長い状態なんですけど、そうですね、使い方は本当にその時のね、いろんな用途に合わせて、あといろんなアイデアとかですかね、うまくね使えればいいかなと思いますね。あとはねまた、青森ヒバもう少しね幅が広い、50センチくらいの幅ですね。こっちの方はね下の方は60センチぐらいあると思いますね。はい、長さが4メーターなんですけど、すごくね年輪が細かくて、そしてね、やっぱり節の周りがこう木が動いてたりとかですね、この辺なんかもこれいいですよね。だんだんね乾燥が進んでいって、まあ使われるのがね、楽しみな一枚ですね。はい、まだまだ、乾燥は、されてません。これもすごく重いです。まだ生材ですね、なので使うのはまだ先になります。これ栗なんですよね。栗の一枚板です。これね長さがだいたい2800ぐらいですね。幅の方はねだいたい45センチから50センチくらいかなといったところですかね。はい、で厚みが、板の厚みね6センチですね。これはもう乾燥されてましたね。すぐ使えますね。花割れといってね、端っこからちょっとね割れが入ってますけど、それ以外はねそんなね割れもないですし、これはね新潟の、栗の板ということですね。はい、これもなかなかいいと思います。すぐね、一枚板に仕上げることができますね。こんな感じでカウンターとかねいいと思います。この板ね、これなかなか珍しいなと思って仕入れてきたんですけど、楓の板材で、新潟県の、楓の
板材です。およそ、ね、4メーターぐらいの板で、幅がまあ広いところで、まあ、この辺はもう60センチくらいあるんですけど、もう一番ね、あの原木の外側の方のね板なので、題名がね、狭いところはで30センチぐらい、この辺なんか30センチあるかないかぐらいのね、あの題面の広さのところもありますけど、だいたいそうですね、35センチ、40センチ、50センチっていう感じのとこですね。で、厚みがね、7センチ、5ミリ、75あるので、結構厚く、取られてる板ですね。この楓は、あの外側の部分で、これわかりますかね、この辺なんか、なかなかないんですよね。やっぱりこの皮目が、こういうね、このこれちょうどね皮がついてるんで分かりやすいかなと思うんですけど、こういう表面がね、本当にある程度こうシワがあったり、シワがこうの凹凸ですかね、こうデコボコしてる感じだと、そこで取ったね、一枚板の表情って、この板や貝でこんな感じの、ね、ところが入ったりするので、例えば短く切ったとしても本当にこれは表情、本当に大体全部にね似たような感じで乗ってるので、本当にどこ見ても景色になる感じじゃないかなと思いますね。はい、こんな楓の一枚板も仕入れてきました。あとね、仕入れてきた材料としましては、一枚板じゃないんですけど、なんて言えばいいんだろうな、この薄板って言えばいいんですかね。この板なんですけど、こういう板なんですよね。こういう指と同じくらいの、薄さ、12ミリですね。4分板って言うんですけど、こんな感じの板ですね。これはですね、まあ市場的にはね、床天って言われてて、まあ床の間天井っていう意味合いでもともと使われてた部材なのかなと思います。実際はですね、まあ和室和風建築の襖とかの板ですよね、戸板ですね、戸板に使われたり、はい、あとそうですね、いろんな建具の鏡板とかですかね、はい、そういうのに使われるような板になります。それにしか使えないってことは全くなくて、これだとだいたい長さが2メーターで、幅が60センチちょっとあります。そして、厚みが12ミリ、そういう一枚板で、今ここにはですね、全部でここに今1枚隠れてますけど、4枚なんですね。だいたい4枚で、ひとまとめというか、同じキーが使われてるんですよね。で、同じキーで4枚。だから、もともとはこう、ふすま、もっとね、これは60センチですけど、80センチとか90センチの、こういう板だと、ふすまが4枚ね、鏡板として使えるというので、そういう感じにね、使われてるんですけど、これは幅が狭い、タイプで、まあ本当に一枚一枚ね、この一枚板とか原木を見ながらサイズが決まっていくので、サイズもね様々なんですけど、はい、そうですね、こういう風な感じですね。で、表面がね、最初からもう鵜作りの仕上げになってて、こんな感じです。これもまた鏡板のね毛色は違いますけど、こういう風な感じになってます。これもね、熊本県の、杉ということで、これはね、やっぱ木目が、目がね、細かいんですよね。目が細かくて、この板目もね、こう真ん中に寄ってて、この中板目な感じで、まあ、ちょっとね、この両脇のこの部分が、縞がね、ちょっと目立ちますけど、まあ、それもそれで、すごくね、存在感があって、12ミリごとに、板になってるので、隣り合った板でもね、若干こう木がほんの少しずつね違っていくんですよね。なので、この最初の1枚と最後の1枚はまた表情がね、このようにちょっと違ってますけど、
同じ友樹なんですよね。これのところとかね、はい、そんな感じのこういう問いたもね、今回ちょっと、仕入れてきました。今回ね、秋田の名木市場でね、板とか、仕入れてきましたね。まあほとんどはすぐ使えないものばかりですね。しばらく置いておかなきゃなんないので、乾くのをね楽しみに待って、仕上がる時にはまたご案内できたらいいかなと思います。はい、そういった感じで秋田の、名木市場で仕入れてきた材料をちょっといろいろ紹介しました。ご視聴ありがとうございます。